見渡したところこの辺で優しそうなのはですね、有馬公しかいないと。まあ有馬のお父様は心が広い、なんとかしてくれと、はい、いうふうなことでなら分かったと、ね、悪さをしないんだったらば悪さをしないんだったら言っていいよと。なるほど、いうふうなことなんですね。なるほど、でその、ま、悪さをしない代わりにですね、はい、この戦法学校はですね、水天宮に、お誓いを立てるわけですね、水天宮に。で、筑後川が流れてますよね。